ワンインチチャンネル始まりましたけど先生、はい、そろそろ教えてくれ俺に。声がでかいね。声がでかいの。もう1年以上ヤシくんのチャンネルでも気になってて、はい、毎回僕は言ってました。何をこれ見てください、木人これね。毎回先生、うん、あの木人やってくれって言ったらまた今度ねって、俺はもうずーっと抱かしてくれない状況から、はい、また今度ねって1年ぐらい通って、いやー、まあ、僕はもう気になって そうですよね、その木人っていうのはもちろん見たことあるんですよ。はい、映画とかでもね、映画とかでも見たことあるんですよ。はい、でも先生はあのブルース・リーは、うん、晩年の時にはそうそうそう、はい、あの木人は使ってなかったんだよ、うん、お疲れ様でしたじゃあなんで置いたんだよ。だからそれをちょっと気になってる人も毎回こうとか木人ある見切れてるからね。見切れてると思うので、キャラ強いので、はい、ちょっと木人を見せていただきたい。そう、これもともと僕も、はい、あのやっぱそういうのが好きで、はい、木人やっぱずっと憧れがあって、はい、それで買ったんですけど、はい、木人っていうのは、はい、その木の、うん、木の人人ってことですよね。そうですよね、うん、はい、でこれで稽古を、そうです、木人投法って言って、はい、あるんですよ。これはもう一人で、そう、一人訓練よ、鍛錬よ、うん、鍛錬で、その手の形だとか、うん、角度の取り方とか、うん、そういうのをこの木で学ぶっていう、はい、だからすごく僕は優れてると思うんですよね。その詠春拳っていう形だったり、はい、その接触法に使われるような、はい、形を習得するには、はい、これはさ、相手の手、そうそうそう、手、これだとほら中段突きとか、はい、まあストレートキックでもいいです、はい、でこれが足です、ね、足、そう、はい、うん、関節蹴りを打ったりする、そう、ね、ここに足を固めたり、はい、関節を攻撃したりっていうような使い方をします。結構これで鍛錬もしてるんですか先生は。僕は、はい、やってます。あ、今でもやってますね。あ、そうなんだ、うん、あ、今でもやってます。今でも好きなんでえ、どういうのなのやっぱシンプルキーなんですね。そうそうそう、シンプルキーシンプルキーいや、シンプルキーその柔らかくもないんですか。シンプルキーいいじゃん。あ、これいいんですか。いいよいいよ。ルールは型はないんですか。型しかあります。あ、あります。あります。どういう形だから、はい、まあ、ちょっと簡単にこの手に対してこんな感じです。かっこいいですよ。血が騒ぐ感じしますね。お祭りじゃないなんかテンション上がるな。かっこいい、はい、かっこいいですよね、はい、僕もそれがやっぱかっこいいなと思ってやってる部分もあるし、はい、まあ、単純に本当に稽古にもなるんで、はいはい、でも男の人はねみんな好きですよね、みんな、はいはい、今男の憧れ。今のもう一回見せてもらっていいですか。それをどうそのもしくは対人の場合にやったりするの、はい、例えば最初にやったのはここで受けて、はい、同時にこう攻撃してるんですね、はい、でそこからこっちに叩いてこんな感じで、でこれをじゃあ例えば太陽さん、太陽さん、すみません、こう攻撃に対して今のは、はいはい、こう、はい、ここでもうこの承諾が入ったり、まあ、もしくはここで目をガッついてる、はい、いいですし、はいはい、とかでバンっていってここでこっちにこれをドーンって入れながら、あ、ね、あ、同じ動きだ。これと同じ動き動きでしょ、はい、そう、まあ、そういう風にこの形は分解解説できるんですね、はいはい、型を分解して構えて、はい、でちゃんとここでこう角度を取ったり、あ、だこの場でこうやってるんじゃなくて、はい、こうやってしっかり角度を取って相手の中心に対して自分の中心をぶつけていって加速しながらやる。ちょっといや、ゆきよさんやってみれば欲しいな。いやいや、使わんようになるか使わんようになるか最初だけか。高いですか、売ってるの。売ってます、売ってます。
まあ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 の値段しますけど。アマゾンとか売ってるんですかこれ。売ってますか。アマゾン売ってるの。はい。でまず、はい、こう何をしろとしてる。やってみろって言われたんで。はい。独自の喧嘩そうで。はい。こうして同時にこう。ああ。やってみましょうか。おそうそうそう、はい、まあ縦だったりこう横にしたりしてそう右足こう前にはいそうそうそう痛いですねこれあんまりねだから最初のうちはここ鍛えられてないんで思いっきり打つ必要なくて、はい、これのからゆっくり、はい、手の鍛錬というかあもちろん V 鍛錬にはなります何でここをこう打っていくもう僕はもう全然痛くない。これ平さんの練習じゃないですか。まあたまにあの教えたりしますよ。ちょっとじゃあ見ましょうか。ちょっと。はい。お平木人。平木人。平さん無理して血まみれになってね。まあまあまあ。はい。程よく。はい。お。そういうわけじゃない。自由に僕みたいにこう練習を勝手にしていい。あいやフリーじゃなくてちゃんと型があって。型があるんですね。そうそうそう。型があるんですか。型ありますよだから。はい。はい。じゃあその型通りに練習していく。そうまずはそう型を通りに形を作って練習して。はい。まあ、そこからは自由に多分やってもいいとは僕は思うんですけど。はい。それ今の型が何なんですか。まあ、最初の形ですね。太郎さん。2番とかもある、まあ、あります2番やだったり3番だったりっていう2番見して2番は逆にやあの反対方向にやったりするで3番もあるんですか3番も、はい、あります3番4とまた違うんですか、まあ、そうですねこうやってこうこんな感じこうやってはい蹴り技が今度したりしますこれが3番そうそう、まあ、それでどんどん覚えていくなるほど、はい、それをこう覚えていくんや順番にそうですそうですなんでだからゆきおさんも覚えたかったので教えます、はい、いやこれはマジでかっこいいですちなみに何番まで108あの勝った108ボンボンの数だけボケてますよねボンボンとかで108とか116とかなのかなえ、まあ、その108だったり116だったりするそう、その流儀っていうかその形によってなんか違うみたいなはいえ、108あるんですか108バリエーションがあるぞ、それだけ式116式とちょっとすいませんカーシェアで来てるんですよ時間がゆきおさんね、はい、カーシェアすいません帰んなきゃいけない、はい、皆さん、あのそしたらもっと見せろやっていう方いらっしゃると思うんですけどすいません、カーシェアで来てて、うん、僕から発信申し訳ないですけど、はい、もう十分です十分なんかすみませんもういいのかよ、まあ、でも僕これの専門家じゃないんで、はい、あのちゃんと英春拳っていう拳法でこの鍛錬していたり、はいまあ、他の中国拳法でもこういう木人刀を使う 流派もあるので、はい、ですね、はいはい、興味のある人はそちらの道場の方 で、 そうです、ね、先生が、はい、あのオンラインサロンされてるじゃないですか、はいはいはいワインサロンであのサロンやられてるのでそういう時に1月5日の方に向けて55番やるとかもう激渋はもうそっちに回してるかなり、まあ、そうですよね先生いろいろ僕に伝えないかもしれないですけど、はい、僕が持っている技術で学びたいって人がいれば、はいその、はい、そっちでやってもいいのかなブルース・リー先生も学んでいて英春拳をやってたんですけど、はい、その英春拳の道場とかにもなんかお邪魔できたら嬉しいですよねこの先ねお伺いしさせていただきたいなとルーツですねルーツそう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 のルーツが一つですよねう、うん、っていう機会もなんかあれば嬉しいですね、はい、僕はなんか単なるこうミット打ちみたいな、うんうん
流れで思ってたんですけど、はい、そういうわけじゃなくて108個とか116個あってちゃんとしたそういうものなんですね。使い方があるものなんですね。その流儀に合った形をとして学ぶっていうようなイメージですかね。はい、なるほど、はい、お急ぎしました、うん、すいません。でもこれね、部屋にあってもおしゃれでね。そうよ、はい、いいじゃん。ここでどうせ洗濯物がかかっていくんでしょ。そうですね、かけたりとかになっちゃう可能性もあるけど、友達で引っ越す人いたら引っ越し祝いでこれとか。邪魔だな。毎日サロンの人たちは喜ぶ。確かに確かに、はい、あの年に1回プレゼント、1名様プレゼントですね。これね、はい、送料かかりそうだな。良かったですね。憧れの木人見れて良かったですね。良かったですね。良かったです。すっきりしました。まあ僕もあの本当に趣味程度というか、うん、はい、っていう感じで自分で鍛錬するようにやってるだけなので、はい。はい、すみません先生無理言って。いいえ。でもあのなんか疑問が解けました。はい、そうですね。なんとなく。はい。108あるとは思わなかったです。すみません。はい。はい。さて今日はこのところこれぐらいで終わりということで、はい、先生いろいろありがとうございました。ありがとうございました。はい。失礼します。